おざすとしです。今回の動画はグラキリス発根管理のご報告の動画となります。ご興味ある方はご覧ください。どうぞ。はい。久々に昼間の撮影なのでちょっと逆光ですね。見えにくかったらすいません。ではね、早速行きましょうか。まずね、こちらのグラキリス。ヤフオクでね、久々に買ったベアルートなんですけども、まあ以前動画で植え付けのところをね、配信したんですけどもね、まあちょっとね、匂いがね、あってね、娘に嗅がせたら、うっていうね、はい、グラキリスですね。で、それがですね、まあ日数的には40日ぐらいでね、発根確認できました。まあね、開根幅がね、だいたい20センチちょいあったので、まあもっとかかるかななんて思ったら、無事にね、発根できました。まあ発根管理はですね、まあ温室に入れて、まあ、パネルヒーターで、まあ32、3度ぐらいですかね、キープしながらそのままやって、まあ1週間に1回ぐらいですかね、水やりしながらやりました。まあその後ね、発根確認した後、まあ、ね、根を切らないようにね、慎重に、まあ、植え付けて、今もう活着してね、まあ、ちょっとね、日数も経っているんで、多分ね、大丈夫だとは思うんですけどね、はい、無事にね、発根することができました。ヤフオクの出品者の方、匂いがあったとか、すいませんでした。無事発根しましたので、ありがとうございました。すごいね、樹形もね、良くてね。うん、良かったです。まあ、匂いは何だったのかなっていうのがね、すごい不思議ですね、今となれば。あんな匂いね、まあ結構ね、ベアルート触ってきましたけど、しなかったんですけどね。良かったです。ありがとうございます。でですね、次は、こちらの扁平ですね、扁平。なんとですね、320日かかりました。いやー、結構ね、半ばね、いやー、苦しいなーなんて思いながらね、ずっと見守ってね、まあ、リセットは2回しました、2回。で、2回目の時に、もう用土をね、1回川砂に変えたんですよ。川砂に変えて、で、結局ダメで。ってことはあれか。3回ですね、3回。で、川砂がダメで、そうですね、もう1回リセットをして、でね、もう完璧な用土、もう絶対ね、発根確認しないっていうね、ところでやったんですよ。で、その後結構ね、葉っぱがわさーって、まあ出てたので、40日前ぐらいに葉を全部落としたんですよね。ちょっと蒸散しすぎかなと思って。で、その後、あえて、まあ、太陽光に当てるようにして、この、まあこの下が温室なんですけど、一番端に置いて少しね、上げて、太陽光をね、この枝とかね、この今表面ギリギリにね、当てるようにして、あまり当てすぎると、日焼けしたら嫌だなと思って、そうしたらね、葉がね、バーってまた出始めてきたんですよ。で、周りのね、このシワを見たら、少しね、シワが戻り始めてて、まさかなと思って見たら、なんと発根しました。めちゃめちゃ嬉しかったっすね。やっぱりね、ちょっとこの株はね、思い出があるので、まあ、とある方からね、まあ、購入させてもらって、まあ、是が非でもね、発根させたい株の一つだったので、いやー嬉しかったっすね。無事発根しましたね。まあ、これからね、多分もう少し膨らんでいくだろうし、ね。この折れたところかもね、
うまくすればまたね葉が展開するだろうし、うん、そうっすね、あの仕立て替えがあるグラキリスかなと思います。いやね、これはね本当に、ね、大事にしていきたいかなと思います。はいはい、多分ね皆さんもすごい気になっていたと思います、このグラキリスですね。ね、後ろのこの枝をねズバッと落としたグラキリスです。まあ、僕の中ではね一番大きいグラキリスになります。まあ、見てねちょっとわかると思うんですけどもね、今だいぶねここいら辺がねしぼんできました。なのでね、発根はねまだしていないと思います。うん、大体ねこれで今220日ぐらい経ってますかね。まあここら辺のしぼみがあってね少しまあ心配ですけども、まあもう少しねこのまま様子を見たいかなと思っております。リセットも何もかけてません。まあ、ただ葉が結構ね展開していたので、まあ、ちょっと蒸散を防ぐためにね一回葉をこれも落としました。で今ねこのだいぶ日がね落ちてきたので、まあ真夏ほどのね強いね光線ではないかなと思って少しだけ今太陽光を当ててます。まあそういうところでねまあスイッチが入ってくれたらいいかなってね後ろの扁平みたいに、ね、思ってちょっとね気持ち込めてはい管理しています。まあ、僕のねグラキリス発根管理のまあ最長が550日なのでまだまだあと半分ぐらいね、あと1年ぐらいはね勝負できるかなって思ってます。まあね、このグラキリスも本当思い入れがねあるグラキリスなので、是が非でもね発根させたいかなと思います。まあ下の方はね見てはいないんで、まあ、多分ね腐ってはいないとは思います。まあ、ちょっとね心配でここの枝をね軽く切ったんですよ、折れてたやつなんですけど、まあ、切ったら腐りではなかったので、これは多分ね腐りではないですね、柔らかくもないし、うん、でもいいっすね、こいつ発根してくれたら最高っすよね、最高っすよね、発根してくれないかなーってね本当思いますね。まあ、一応ね、このグラキリスも今水やりはね、だいたい8日から9日に1回ですか。やっぱり結構ね、でかいんで、そう、水のね、乾きがやっぱ違うんですよね。まあ、それぐらいでやっております。うん。まあね、ほんと、発根してくれたらね、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、まあ、引き続きね愛情を持ってね、はい、頑張りたいと思います。またこの結果もねご報告したいと思いますので、はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。